レトロゲーム大好き、ユッサだよンメガドライブ購入しましたと、言いたいんだけどいろいろ考えたけど本家はモニタ環境を整えるのがめんどくさいしミニとかは多くのゲームが内蔵してるけどカートリッジが使えないそういうことで互換機がいいのかなと、思いますでも、互換機って音が悪いって話も聞きますけどどうなんだろうねもともと 本家のメガドライブも出荷時期によって音量バランスが違ってるとも聞きますし複数音源を載せてるんだから仕方ないといえばそうなんだけど厄介なのは音源の違い簡単に言えば FM 音源と PCG のバランスねそれが前期と後期のメガドライブ音源では違っているため聞こえ方も違ってきますもっと言えば搭載チップが違っています一応互換はあるんだけどね エミュレートしてる互換機になると、そもそも音痴な機種も少なくない。ので、とりあえず、今ある環境でどうにかならないか、検討してみました。そういえば、スーハミ互換機は、持ってるので、それ用に、MDO 拡張コンバータープラス。で、Amazon を検索しました。古い発売なので、どうかなと思いましたが、Amazon で入荷していました。早速、購入しました。結論。 スーハミ互換機は、実はメガドライブ互換器でもあった。最初は、まともに動くか、心配ではありましたが、実際に使ってみて、普通に動きます。ゲームは、唯一所持してる、ぷよぷよですが、ゲームも普通にできますし、音も、普通になってます。ま、そんなに高音質ではないんだけどね。あと、一緒に、メガドライブ用フラッシュカートリッジも、購入しました。こちらは、 中華製互換品なので実際動くか心配でしたけどフラッシュカートリッジが動けば自作の曲も実機で演奏できるので楽しみではありますただちょっと戸惑いました付属品とかなく MD 互換のカートリッジだけで日本語の説明書もありませんでしたですが使うのは割と簡単に使えましたねメモリカードを FAT32 でフォーマットして そこにディレクトリを作って、その中に自作したゲームや、吸い出したゲームを放り込むだけ。あとは、メニューで、そのデータを選び、スタートボタンを押せば、これが最初戸惑った、フラッシュカートリッジに書き込んでくれます。あとは、メニューで、ゲームをスタートさせれば、動きます。たとえ、サンプルソースを、ビルドしただけでも、実機のゲーム機で動かすのは、感動しました。 昨今のレトロゲームブームでメガドライブも新作カートリッジが作られたり楽しみが増えました。海外のサイトの中には体験版をフリーロムの形で配布しているところもあり、そういったものをエミュレータではなくハードで遊べるのはいいですね。今日はメガドライブを遊べるようになったことについて話してきました。今までに PSP、ビータ、DS、3DS、 など、携帯ゲーム機、MSX、ハミコン、スーハミ、N64、ゲームキューブ、など、末を聞き、多くのレトロゲームを遊んできましたが、めでたく、メガドライブにも参戦することができました。メガドライブは、ソフト開発も手軽にできる環境ですので、もっともっと活用していきたいと思ってます。iPhone で、エミュレータが普通に公開されている状況に、 後押しされていけばいいなと思います。これからもメガドライブ関連いろいろ遊んでいきたいと思いますので、興味ある人はチャンネル登録よろしくね。じゃあ、またね。